Nani?
あんまり遠くへ行くなよ。 にしましょうか。
そんなもんか。
あんまり遠くへ行くなよ。
ちょっとハンター、勘弁してくれよ。俺の素性がバレちまったら、エデンにいられなくなっちゃう。最近になってやっと誠実な仕事ぶりが認められて、親方に評価され始めたってところなのに。すまん。まあいいや。それで、共和軍が何だって？ 共和軍が今どこにいるか何か知っていることはないか。それを知ってどうするつもりだ。今日に会いに行く。本気か。ああ、そういやあんたは共和軍を撃退した男だったな。エデンの平和のためにってことだな。 分かったよ。共和軍ってのはずっと移動してるんだ。少なくとも俺は根城みたいな場所に行ったことがねえ。次から次へと移動してしばらく荒野のど真ん中で駐留するんだ。それが辛くて共和軍を抜けたってのもあるんだけどよ。偉くなったらそのうちいい場所に連れて行ってくれるんじゃないかって期待して頑張ったんだけどな。 結局ずっと荒野暮らしだったよ。エデンが解放されて本当助かったぜ。知っているのはそれだけか。慌てるんじゃねえよ。ここからが耳寄りの情報だ。共和軍は
留まる場所をある男の助言で決めているって噂を聞いたことがあるぜ。誰だ？荒野の賢者って呼ばれてるジジイらしい。何者かは知らねえが、その男が陣に来るとその日のうちに必ず移動の指令が下るらしいんだ。その男はどこにいる？確かエデンの南の岩山だと聞いたが、どの岩山かは分からねえ。まあ俺が知ってるのはこのぐらいだ。くれぐれも親方には俺の過去は黙っててくれよ。はあ、命だけでな。ようこそ。かしこまりました。どうぞ。
や。ようこそ。どうも。な。どうも。かしこまりました。ストーン・オン・ザ・ビーチです。ようこそ。どうも。どうも。な。どうも。な。どうも。かしこまりました。北斗百裂シェイク。視聴生の瞬きです。うん、うまい。ようこそ。ええ、な。ええ。な。な。かしこまりました。どうぞ。やあ。やあ。ようこそ。なあ。なあ。なあ。かしこまりました。どうぞ。ようこそ。どうも。な。どうも。な。どうも。you
かしこまりました。シャカ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 。主張性の瞬きです。ようこそ。なあ。なあ。かしこまりました。どうぞ。やあ。
制するは制する。お前はもう死んだ。あくまでさえも俺は手なずけたぞ。さあ、踏みつぶしてくれよ。ふが。
Let's go.
消えた。ごめんなさい。待って、北斗、総改札。
お。あんまり遠くへ行くなよ。その辺走ってこいやから。え？
あんたが荒野の賢者だな。ふん、なんじゃその恥ずかしい二つ名は。まあ強軍の下っ端がわしをそう呼んでおるのは知っておる。でわしをその名で呼ぶということは、お前は強軍の人間なのか。いや、今日名題を探している。ほう、ずいぶん物知りだな。無視してやろうかと思ったが、お前に興味が湧いたぞ。時間がない。早く強軍の居場所を教えてくれ。おい、先短いわしに時間がないとはよく言うわ。まあもうすぐ全員死ぬかもしれんけどな。時間がなくて強豪に会いたいということはスフィアシティの話だな。ああ、残念だが強豪軍の居場所は知らん。あんた、理由は簡単。わしは常に名代様に呼ばれて陣に行っているからだ。どういうことだ。わしはな、もともとはエデンで名代様に仕えておったのだ。今もその関係は変わらぬ。わしは名代様のもう一つの目。名代様と一緒にスフィアシティを監視しておるものだ。名代様がお望みの時にわしが見たスフィアシティの様子を話しに行っていただけ。それだけじゃ。そうか。まあ待て、一つだけ良いことを教えてやろう。最近名代様に呼ばれることが減ってな。もしかするとずっと近くで見ておられるのかもしれん。あるいは最近足腰が弱っておるわしに気を使って他のところからスフィアシティの情報を得ている可能性もある。何にせよ様々なところへ行き、多くの人に耳を傾け、その話を紡げば真実が見えるやもしれぬ。
そんなもんかい。
Mm-hmm.